しました。これですよ。これを刺しますよ。お待ちください。どこ、こっちまで来ます。どう明るい、いいね。今日の本題、これ使って今日はフランケンシュタインになります。いいですか。まずは足からよ。このおみ足に巻き巻きします。ちょっとお腹やばくない。巻き巻き声を張っていきましょうっていうヒカキンさんのアドバイス聞いていきましょう。ヒカキン YouTube、第1期生と私は自称言います。はい、というわけで巻いていきますよ。さあ、どこまで巻けました。お、破れました。はい、さあ続きです。今こんな感じ。もう設備なさすぎ。さあ次いきます。もうこれね、あ、声を張っていきます。ですか、 YouTuber への道は遠いですよ。今フォロワー数が20名、あと987名をまずは切れる980名を募集しています。その前にですね、100名になったらライブ配信ができるので、早くライブ配信したいなと思っている私です。はい、また音を追ってこっち行きます。これ楽しいですね。これ足元がね、うまく映せないのはね、これはおみ足上げますよ。はい、いやもう、あ、これね、あの、こういう風に巻いていくと切れやすいので、こっち向きにこう巻いていきましょうね。誰か真似するんですかね、これ。真似するとかしないとかじゃないんですよね。そうそう、大事なのは、変身できるかできないかと、は面白いか面白くないか、めちゃくちゃそこは大事。よし、あの余裕さんね、今日ちょっとね、微熱気味なんですで、なんか、まあどうでもいいんですよね、そんなこと皆さん、いや、気にしてください。あの、うわ、またが破れた。あの、おめでとう。腹筋ないな。髪縛りましょう、ね、髪縛って、ここも大事な、これね、ここちょっとこう巻き巻きしますか。こんな感じで、ごめんなさい。で、踏み足巻きで巻きますよ。よし、巻きました。はい、ね、
こっからが本番ですよ。これもうなーに？一本なくなりました。今ね、どんな感じか見ていただきましょう。もうこの肌色がね、似合わないからもう肌着感がすごいんだけど。よし、今まあね、いい感じなんですよ。ちょ見てください。いいですか？こんな感じです。ちょっとミラー感出てますよね。暗いもんや。開ける、よし、2本目いきましょう。2本目、こっから大事だと思いません？これよし、これをだけど、どうせやるなら、皆さんにちゃんと、役に立つ。本当にハロウィンに使えなかったら意味ないんでね。で、やり直します。あ、こっから下がちゃんとしっかりしてるの。こっから下がね、意外と大丈夫そうよ。さあ、私は気づきました。もっと時間を短縮する方法は、なんかね、こう巻いているうちになんかこうずれてきちゃうんですよ。ずれてくるとテープで留めたくなるんですね。でも最初に下地を作っておけば多分いけます。例えばこのように、いいですか、両面を、これも暑い日とかだとちょっとね、テープの弱い方は気をつけた方がいいかもしれません。このようにこう巻いていくと必ずこれは止まるはずです。で、まあ、こういうね、服なんかの上にはこう服にくっつけると絶対ずれてこない。この下準備忘れないでください。ちょっと貼りますよ。